はい、お疲れ様です、今日は経営者になって良かったことベスト3、をやっていきます。29でその経営者になってもう14年で、まあいろんなね、まあ、会社もずっと成長してきたんで、本当にいろんな出会いがあったり、いろんな嫌なこともいいことも本当にもういろいろありました。でなかなかやっぱ経営者にならないと経験できないことっていっぱいあると思うんですけど、まあそういうのの中で、まあいいことね。まあまずいいこと。まあ今度嫌なことをもうやろうと思うんですけど、嫌なことはちょっとね、ベスト3じゃ足りねえじゃねえかっていうぐらい、ちょっと書き出してみたら結構あったから、まあ辛かったこと、嫌なこと、まあみんなが聞いて、みたいな話がちょっとあったんですけど、まあ今回はちょっといいことにするわ。はい。ああ、じゃあその前にちょっとこれだけね、チャンネル登録といいね。ぜひお願いします。で毎回言ってるんですけど、あのチャンネル登録いいねはその誰がやったか分かんない、本当に。だからなかなかさ、まあ本当は同年代の人とかに見てほしいなーっていうのもあるんで、最近そのチャンネル登録いいねってするのって本当はすごい恥ずかしいと思うんですけど、あのぜひ本当に分かんないからね、こっちに対しては。だからぜひよろしくお願いします。じゃあまずベスト3からいきましょうか。はい、じゃあ3位、金銭的自由が手に入った。まあこうやって金銭的って言ったら、そんな別にお前金持ってねえだろうみたいな感じもあると思うんですけど、もちろんね、大きな会社も全然あるし、うちなんかもう本当弱小みたいなもんなんで、全然、じゃあお金持ってるかって言ったらそうでもないんですけど、まあ、まず第一にその言えるのは、この14年間でお金の使い方を本当に覚えたね。なかなかみんなそれってさ、会社員じゃそんな会社の金じゃ何千万も使うとかもないでしょ。だから、まあ、毎回毎回1000万取るたんびになんかいろんなもう切ったったがあるんですよ。やっぱ向こうもいいこと言うし、まあね、会社員で営業なんかやってる人はよくわかると思うんですけど、まあ本当にまともに営業マンの言うことなんか聞いてたら、もうお前全然チャイニーがかったらみたいなもんいろいろあるんで、あれですけど、なんちゅうかな、会社やり始めた頃はやっぱりベンツ乗りたいだとかさ、そのね、大きい家に住みたいだとか、いろんなことを考えて、まあ本当にそういうものを手に入れた時もあるんですけど、なんかね、それってね、本当喜びってなんか一瞬なんだよね。まあまあ大切に、いや、とか得たもんって物大切にするけど、俺はそれよりも、じゃあ同じ1000万の車買うぐらいだったら、1000万でなんか新しいことやっただとか、なんかやれた方が、まあ俺はなんかその楽しいかな。まあ人にもよると思うんですけど、それは、だからまあもちろんね、今働いておる子たちっていうのはね、もっとお酒飲みたいだとか、もっといい車乗りたいだとか、もっとどこどこ行きたいとか、いろんなことがあると思うんですけど、まあそれを まずもちろん目指すべき、段階っていうか、まあ、段階って言ったら偉そうなんですけど、その段階があるからさ、それをなんか急に人のために世のためにみたいなことを一番最初に考えちゃうと、であんまり良くないと僕は思ってるんで、まあそんなことを考えんと。でもまあ人間なんてそうでしょ、まあそもそもそんな悪いやつっていないからさ、人を騙してまでみたいなところはそんなにね、後で、出てこないと思うんだよな、ある程度なんかお金持ったら。まあわかんないですけどね。まあこれが3位です。まあそうだね、ちょっとまとまってないかな。はい、じゃあちょっと2位いってみましょうか。2位、あ、すごい人からすごい話が聞ける。これは俺もね、経営者になって本当にもう一番思うね。まあ一番じゃないか、2番か。なんつうかな、まあ例えで言うと、まあ全国的に有名なリフォーム会社の、まあ社長じゃないの、もう会長だな、多分。まあちょっとその人の許可取ってないもんね、まあ、名前ずっと出せないんですけど、まあほんと全国に支店持ってるような社長だよ。でそんな人にやっぱ会ってもらえるわけよ。その俺も初めて会った時は5分しか時間もらえなかった、本当に5分だけだったらいいよって言って、まあ、突撃アポだったのであれですけど、特にでもその人に、まあ本当最近出会ったんですけど、2ヶ月ぐらい前かな。でもう2回
3回その後会ってもらっとるかな。でもさ、本当になんかすごい人に会うとさ、なんか価値観が変わるっていうかさ、うん、例えば今その人がやってることっていうのは、そのまあ僕塗装業じゃないですか。で塗装をやってて、他の塗装屋さんがもっと儲かるようなことやっちゃうわけ。儲かれてたらあかんですけど、そうすると自分の会社がなんかちょっと衰退するんじゃないかなと思うじゃないですか。まあね、愛知三重岐阜だったら嫌じゃん俺も。なんか他の県だったらいいなと思うんですけど、なんか愛知三重岐阜で他の塗装屋さんに、じゃあうちのノウハウだとかこういうのを渡すってさ、やっぱ嫌じゃんね。でその人のまあ話長くなっちゃうもんであれですけど、まあ話してると、なるほどって、あ、そういうことで、俺もやっぱそれを受けて感化されて、いろんな考え方も変わったり、いろんなね、この YouTube のこういう一人で撮ってるやつにも影響を受けてるんですよ、そういうのが。だから何ちゅうかな、人間って本当にまああれでしょ、会社員の子でもそうじゃん。本当に先輩に会ったとか、違う会社の社長さんに会って、こんな話聞いて考え方変わったわって、そういう瞬間ってあるよね。なんでそのスピードが速くなったっていうのかな、やっぱあの経営者勉強会にも行ってるんですよ。まあ今最近ちょっと幽霊会員みたいな感じなんですけど、あの稲森和夫って知っとるかな、あの清和塾ってあるんですけど、まあ行っちゃあかんのかなこれ。まあその内容とかじゃないんですけど、まあ経営者が集まる勉強会、経営者しか入れないかな確か。でそれってあの稲森和夫っていうのは、その、うん、あの松下幸之助、その本田宗一郎かで、稲森和夫ってその三大経営者みたいな、昭和の三大経営者みたいな人がおるんだけど、俺その人に喋ったことはないよ、もちろん。ちょっと近くで見たことがあるぐらい一回だけ、そのね、あの、まあ、全国大会みたいので見て、近くでもう見ただけだけど、だけどまあ間近でオーラとかも見れるわけじゃないですか。はい、まあそういう、まあその人から何か話を受けたことないで、それで考え方変わったっていうのはないんですけど、その人のまあ本読んだりとかもそうだよね、考え方変わるきっかけにもなるし、あとはそういう勉強会とか行ったら、やっぱすごい経営者っておるんだ。でその人たちと喋って、僕こうやって思うんですよって言った時に、いやいや小林くんって、それはこう、俺はこうこうこうやって考えてるよって、別にそのね偉そうにしない。だから本当に俺従業員で職人やってる時、やっぱ先輩たちって自信なかったのがあったのか分かんないけど、まあ生意気なガキだったもんでさ、俺も。そうすると何、いい人も悪い人もいっぱいいた。まあいい人ももちろんいたけど、悪い人多かったかな。なんか偉そうにされたり、あ、お前これやれやいいんだ、お前黙っとれみたいなさ、で、なんでこんなやり方するんかなみたいな、悩んでもいいで黙ってやれよお前みたいなさ。だから、まあね、そのクラスに会うと、その勉強会とかですっごい人、あ、この人すごいなって思える人になると、もう本当にその偉そうにしてない。いや小林くんそうやって言うけど、まあこういう考え方もあるんじゃないかなみたいな感じ。だから耳に入ってくるよね。だから俺は本当にそういう人たちといろんな人と出会って、まあ幽霊会員みたいな感じになっちまってるでいかんのですけど、なんで。でもすごい人、まあそれがその経営者だけじゃなく、その一般じゃないけど、そのね会社員でやってる人でもやっぱあって、あ、この人すごいなって、あ、すごいまっすぐな人だなとかさ、あ、すごいなんか真剣に仕事される人だなとか、そうやっていろんな影響を受けるじゃないですか。だから、まあ俺は本当にこれまあ任意にしたんですけど、まあ1位でもいいかなっていうぐらい、やっぱ俺が自分が変わったからね。別にその人たちに会いたくて、芸能人に会いたいとかそういうのは別に俺ないけど、なんかそういう人たちと話が聞けて、自分の考え方が少しずつやっぱ変わってきた実感もあるし、なんか今日明日は分かんないんだけど、これ振り返ると本当3年前の俺、1年前の俺アホだったなって、なんであんなこと考えとったんかなってやっぱ思うタイミングって来るんで、だからまあ俺は本当良かったかな。はい、じゃあ最後1位、また長くなっちゃってるかな。人の成長に関わる、出る、まあこれはもう本当1位だな。まあもちろん勤めとる人でもね、後輩だ従業員だって、ね、部下だってあるんで、まあもちろんあると思うんですけど、ただそのやっぱさ、まあこういう言い方するとちょっと良くないんだけど、やっぱ自分でお金払ってるわけじゃん俺は。ね、別にそいつの給料上げるのも下げるのも、まあ俺の自由なわけじゃん、うちの会社だからね。だけど
そういうあのなんかさ真剣な付き合いっていうの、子供みたいなさ、だってその遊びの付き合いじゃないじゃん。でまあ部下だからって真剣に付き合ってる人ももちろんいるから、その温度感もあるんだけど、まあ俺で言ったらね、俺がもし従業員だった時の後輩と、うん、自分が経営者になった時のやっぱ従業員ってやっぱ全然違うんだわ。でその子たちがさ、もう例えばね14年おる子もおるし、まあ、YouTube 出てる子たちもそうだし、7年8年とかもうゴロゴロおるから、そうするとさ本当にねダメだったやつが成長してくるんだよね。でああでないこうでないああでないこうでないって、もう多分その YouTube でもこいつ喋ってんなと思うかもしれないですけど、もうこの YouTube で1日1本撮る量の10倍とは言わんけど、まあ今日もそうだね、昼喫茶店行って1時間半ぐらい喋ってたかな。で俺こう思う、ああ思う、お前ああそうな、あそういうことねとか、そういう中でやっぱ考え方が、俺も刺激受けるし、もちろん相手も刺激受けてやっぱ変わってくるわけじゃん。で今までは俺はこうした方がいいんじゃないかなと思っとったことが俺と同じように変わってくるわけよ、うん、で俺この間かな、お酒も飲みに行って、たまたまねうちの従業元従業員の子が、まあ、独立してやってんだけど、まあ、一緒にお酒飲んで、まあ、俺はその俺に会って、まあ、今でも尊敬してるって言ってもらえてね、もう何年ぶりにだよ酒飲んだのは、うん、だけどまあそうやってね言ってもらえるって嬉しいしさ、でその子がまたその自分の従業員に俺にしてもらったことをしとるって言ってくれるとまた嬉しいじゃん、うん、だから、うん、俺はまあみんなねこうやって経営者になろうかな、個人事業主でまあ従業員なんわーって思う人もおると思うんですけど、俺は本当にここまあ人だから、俺本当に人でまあ失敗もしてるけど、まあ人で失敗の数の10倍ぐらいのね人の縁で人生が変わったりうまくいったことっていうのが本当にあるから、だからまあ個人事業主にしろ、まあ従業員でやってるにしろ、まあ俺は人を抱えてっていうか人と一緒に交わって、その、ま、周りでもいいけどね、外注さんでもいいと思うんだけど、あのやることがいいんじゃないかなとは思うし、まあ、俺の中ではもうこれがもう全て、この1位2位のこの人関係、3位なんだったっけ、あ金銭的自由か、まあお金なんていうのはまあほんと大したことじゃないな、2位と1位の2位と3位の差はもう激しい、まあ本当に、うん、まあちょっとまとまりがない話ですけど、うん、まあ自分でまあ経営者になってよかったことって言ったら、まあそうかな、人ともっと深くなれたっていうのはまあまとめにしようか。また見てねー。